どうも、メカです。このチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする資産運用、キャッシュレス、ポイ活などの情報をお届けしています。今回紹介するのは、auPAY ポイント運用についてです。リリースして以来、ずっと一つのコースしか選択できませんでしたが、新たに二つのコースが誕生しました。これにより、自分の好みに合った投資が可能になります。そこで今回は auPAY ポイント運用で新たに投資できるようになったコースに早速投資してみたので詳細と運用実績を紹介していきたいと思います。まずは全く知らない人のために auPAY ポイント運用について紹介していきます。 auPAY ポイント運用は auPAY アプリから利用できるミニアプリです。ポンタポイントを使って疑似投資ができ、運用がうまくいくとポンタポイントが増えていきます。最低100ポイントから投資でき、手数料は無料な上にいつでも引き出しが可能です。ポイントで投資できるので、これから投資を始めたい人、ポンタポイントを増やしたい人におすすめのサービスです。今まではバランスコースしかありませんでしたが、新たにインドチャレンジコースと米国チャレンジコースの2つが仲間入りしました。一つずつ詳しく紹介していきます。バランスコースは国内外の債券、株式に分散投資するコースです。 au スマートプライム高成長という投資信託の基準価格の値動きに連動しています。ポートフォリオは国内株式が 30%、 国内債券が 20%、海外株式が 35%、 海外債券が 15% というポートフォリオで構成されています。そして au スマートプライム高成長の運用実績がこちらです。過去5年ほどを見ると緩やかに伸びており、現在の基準価格は 18,091 円です。リスク低減を図りつつ、着実な成長と安定した収益の確保を目指せます。3コースの中ではローリスク、ローリターンの商品です。インドチャレンジコースは、その名の通り、インド株式に投資するコースです。連動するのは、AUAM、Nifty 50、インド株ファンドという投資信託になります。ちなみに、Nifty 50は、インド国立証券取引所に上場している50銘柄から構成される、時価総額、加重平均型の株価指数のことです。日本でいう日経平均みたいなものだと考えてください。つまりこのコースに投資すれば、インドの代表的な企業に分散投資できます。運用実績がこちらです。基準価格1万円から始まり、現在は 13,278 円です。蘇生されたばかりのファンドですが、右肩上がりで伸びています。インド株に興味があり、成長を期待できると感じている方におすすめのコースとなっています。3コースの中ではミドルリスク、ミドルリターンの商品です。米国チャレンジコースは、代表的な指数であるナスダック100の最大3倍動くコースです。2倍を上回るリターンの獲得を目指しています。ナスダック100はナスダックに上場している時価総額上位100銘柄の時価総額加重平均によって算出される株価指数のことです。連動しているのは旧レバナスです。旧レバナスの運用実績がこちらです。こちらもまだ蘇生されたばかりではありますが、現在の基準価格は 12,208 円と好調です。指標にレバレッジをかけていることもあり、3コースの中ではハイリスク、ハイリターンの商品となっています。参考までに自分の運用実績を紹介していきます。現在はインド株チャレンジコースと米国チャレンジコースに2万ポイントずつ投資しています。最新の運用実績は3116ポイントのプラスです。それぞれの含み益も紹介していきます。まずインド株チャレンジコースです。こちらは1124ポイントのプラスとなっています。6月の初めに
一瞬大きく下落しましたが、これはインドの選挙が行われた時期です。ただ、すぐに回復して、そこからぐんぐん伸びています。続いて、米国チャレンジコースがこちらです。1992ポイントのプラスです。さすがにハイリスク、ハイリターンということだけあり、インド株よりも好調です。個人的には、インド株はまだまだ伸びると思っているので、ポイントが貯まったら追加投入しきたいと考えています。では、最後にまとめます。3コースになったことで、より選択肢が増え、実際の投資に近い体験ができるようになりました。PayPay ポイント運用では、8コース用意されているので、こちらと比較するとまだまだではありますが、コースが多くなると、それだけどれを選択していいかわからなくなりますし、個人的には3コースはちょうどいいような気がしています。ポンタポイントはお試し引換券で利用するのもいいですが、auPay ポイント運用で増やしてから利用すれば、さらにお得に買い物が可能です。特にインドカムにポイント投資できるサービスは貴重なので、今まで気になっていたという人は、ぜひ体験してみてください。以上、今回は auPay ポイント運用に新たに追加された2コースについて紹介してきました。今回の動画が参考になったという方がいましたら、いいねやチャンネル登録をしていただけますと幸いです。では、次回の動画でまたお会いしましょう。